さあ、それではピクミン4の続きやっていきます。というわけで今日も元気よく探索に行きましょう。あ、話せない。ヌポ？あ、はーい。フェチュー。さあ、それじゃあ今回も一番星の隠れ家やっていきましょう。まだクリア率が 19%。 頑張りましょう。はい、行ってきまーす。あ、そうだ、あのピクミンがめっちゃあの植えてあるままなんだけど、もっと増やしたい。もうじゃんじゃんここにピクミンを植えたい。よし、お、公開西が共有。オリマーさん、ここで何を持っていたんでしょうね。何とは？タブレット。いつか息子と。息子はしょっちゅう虫や動物を拾ってきては妻を困らせていたが、私は生き物に対する興味や関心を大事にしてやりたいと思っている。書き溜めている原生生物のメモを見せればきっと目を輝かせて喜んでくれるだろう。ほう、息子さんは生き物に興味があるんだ。おお、あのなんだっけ、焼き大判とかしびれ大判みたいなやつかな。あとは鼻の長い象みたいなやつ。うん、ちゃんとなんか何メートルかぐらいの表記もあるね。右側のやつは何？カニ玉じゃないよね。よく見たら二足歩行の甲羅を持ってて、ハサミを持ってて、頭の上に何か投げ込む。ピクミンをあそこで食べるってことかな。この原生生物はこれから出てくるってこと？へえ。すごく気になる。なるほど。うん。よし。いつか息子とか、うん。もしかしたらそのうちオリマーさんの息子が現れて、そのピクミンをね一緒にやるとか、そういう新しいピクミンが出てくるかもしれない。うん、よし。さてと、じゃあ今回はどこから何をしていこうかな。この近くのお宝集めちゃおうか。うん、シェルターは多分もう2つ判明してるから開くことができるんじゃないかなと思うけど、ここにも結構あるね。前行った時ちょっと見てなかったかも。お？なんだこれ、よくわからんが変なところにマークがあるな。うん、お、あ、そうだ、二口どっくりまだ倒してないんだっけ。今のうちにやっちゃうか。よっ、よし、ふん、すでにイメトレ済み。チャンスでーす。おりゃー、戻れー。あー、挟まる挟まる。ほい、よし、対策済み。おお、なんだこれ、紙風船、懐かしい。おお、あ、ちょっと、また危なくない？危なくない、あと届かない。ちょっと待って、まあいいや、大丈夫そうだ。うりゃー。あ、そんなことできるの、知らなかった。原生生物ドンってできるんだ。えい、みんなで運びなさい。ちょっとずれ落ちた。おっちん、おっちん、おっちん手伝ってあげて。しかもここに挟まってる。えらいこっちゃ。紙風船はなんとか持っていけたか。中途半端に止めると逆に大変だな。おっちん頼む。
さすがオッチン、いいぞオッチン。危ない。ああ、なんてことするんだ。ふう、持てないでしょみんな。くう、あ、ちょ、まだ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 、おい。ふん。いいよ。この子の突進も利用できるのかな。よし。お。よし。これは。えい。持てなくない？オッチ、オッチなんとか。あ、ダメか。上から降りないと。よいしょ。いいぞ。いけるかもしれない。おお、みんなすごいぞ。こっちも手伝って。オッチンが追いつけない。お、オッチンが入ると余分なピクミンを置いてかれちゃうんだ。お、隙間に腕だ。よし。上には原生生物がいる。いるね。そして洞窟もある。よし、とりあえずピクミンをたくさん増やす。わ、えい、あれ、オッチン、えらいぞオッチン、よく戻ってきた。うん、こういう時は暇人ブエー。やべ、と、あ、まあ、ほい、うおー、チャンス。そういう戦い方ができる。叩け、ガブ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 グハ。ふう、なんとか。お、今何往復目ぐらい？よし。猫草みたいです。お、おー、ボタン。一応引き抜けるピクミンがいないか。大丈夫そう。うん。こういうの動かないんだね。うん。このステージなかなか面白い。あとは何か。うん、あ、今のうちに。あ、しまった。あの葉っぱピクミンがいるかなと思ったらオッチンの尻尾だった。あ、でもつぼみのやつがいたわ。よし。お、やったねー。ちょっとついてきてない子がいるぞ。大丈夫か。よし。今ちょっと落ちなかった。あ、やばい。うおー、いてててて。うおー、いや、うおい、危ない。なんでみんなそっちばっかり行っちゃうんだ。うん、あー、大丈夫か。大丈夫そう。うん、さてと、
みんなが運び終わるのを待ってから行こうかな。ドローンのポーズ解除。頑張っとるな。柔らかそう。えらーい。よし、まがいものの巣窟。モスに匂いをたどってもらっても見当外れなところに連れて行かれる。どうやら不思議な匂いを発してはモスやピクミンだけじゃなくセンサーすら騙す原生生物がいるようだ。なんとも紛らわしい生態だ。なるほど、さっきの黄金餅みたいなやつの黒いやつ。なるほど、匂いを出して騙す、センサーを騙すってのはちょっとよくわかんないけど、なんだろう、お宝の擬態をするみたいな、そういうことなのかな。うん、気をつけていきましょう。入ってみないとわからないかな。うん、暗くてちょっと怖い。でも行きましょう。おすすめは、あ、おすすめは白ピクだと。なるほど、毒ガスを吐いてくる可能性。はい、突入。まずは、とりあえず公開日誌はぬ、うおー、よし、まがいものの巣窟、カジマの冷凍庫もやりに行かないとね。うん、氷ピクミン、よし。お、早速いるわ。あれ、なんか黒いやつかなと思ったら普通っぽいな。これはん、待って、普通、待って、オチオチオチ行ってみろ。オチオチが全く勝てない。オチオチがオチがオチがずっと攻撃されている。困った。よし、氷ピクミンで。うりゃ、いいぞ。よし、チャンスチャンス。いや、そっちじゃない、みんなそっちじゃない。お、よし、オッチン、か、賢いぞオッチン、いいぞオッチン。うおー、よし。お、これはこっちはオッチン、いけ。いや、みんなもうちょっと頑張って手伝おう。なんでそうなった、ちょっと待って。あ、ダメなんだ。あ、違う、これオッチンが邪魔してるんだ多分。ほら、オッチンがいるからさ、穴に入れなかった。おお、おう、あれ、こっち何もなかったの。とりあえず、ん、なんでさっき、もしかしてここにいたの。なんか確かに言われてみれば95になってるな、見てない間に。おう、よし。あれは、おお、うりゃー、凍らせろ。よし、突撃。ふう、またそれもそれも。多分泡になってるだけだったら大丈夫。えい、助け、あ、助けられない。まあまあいいや。ここにあるお宝は、
このアメンボみたいな水鉄砲を売ってくるやつと水こんにゃく、ふむ、なるほど。まずは凍らせる必要がある。よし、これさ凍らせたらどうなる。うおー、ほい、おおー、いいぞ、オッチン、チャンス、チャンスどっち。よし、こっちも、えい、ー、ちょっと待って、突撃、突撃。ふう、蜜が今あるけど、これどうなる、氷溶かしたら。まあそれはともかく、みんなで叩け、俺もパンチ、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ぐるぐるパンチ。よーし、じゃあこれはこう、早いぞ、白ピク、いいぞ。これは掘り出せないから、よし、こっちは、よし、あれ、あ、びっくりした、行くわなんか遠回りじゃない、こうやって行った方が良くない。あ、びっくりした、向こうに行くかと思った。よし、氷ピクミンは泡に強いからどんどん投げよう。お、よし、冬の蓄えシリーズ、こっちも凍らせるか、えい、あれ、あ、凍ったよかった。まさかのちゃんと攻撃できない。いや、叩け叩け、そこ叩けダメか。今のうちに、あれ、 やばい、ここ氷が溶ける、氷が溶ける、先に、あー、でも青ピクが少ない、暇人ブエー。おお、びっくりした、大丈夫かみんな、あー、やばい、ふう、蜜が沈んでいる、水よりも重いってことは分かった。あいつはオッチンが実は有効、もうすでにイメトレ済み、えい、いいぞオッチン、よーし、もう水にね、かなり強いオッチンだから負けはしない。じゃあそっちばっかりじゃない、そっちばっかりじゃない、よし、ちょっと待って、オッチンを待ってくれ、オッチンを待ってくれ、よーし、いいよー、凍らせる必要はないかな、うん、これもう一回凍らせたらどうなるかな。取れないね。お、お宝全回収。よし、白ピクミンはね、足の速さが命だから、なるべく蜜は吸わせておきたい。よし、もう残ってないかな。ちょっとだけ残ってるけど。よし、一匹だけ遅い。おっと、道を間違えた。青ピクはこれが吸えるってことかな。青ピクは花ばっかりだな。じゃあいっか、
はーい。あれ？しまった。達成率見てない。大丈夫かな？さあ、2階にやってきたけど。スイッチ。25% クリアということは4フロアあって、1フロア目はちゃんとできたのかな？とりあえずポチッと。赤のゲートが開いた。来い。ほう。なるほど。これは、オッチンかプレイヤーどっちかを残して切り替える方がいいかな？うん。じゃあ、チンに任せよっかな。プレイヤーだけ一人残すっていうのがちょっと難しい。よし。プレイヤーにもちょっと残しておくべきか。今のうちにちょっとドローンで偵察。お、白ポンガシグサ。ふむ、こっちは白ピクが必要かな。こっちは似たような原生生物っぽいね。うん、なるほど。ここはこことつながってるのか。なるほど。 OK。 じゃあどっちも多少分けてた方がいいのかな。じゃあまあまあ投げてもいいや。半分ぐらい渡しておいて。なんか投げるスピードがあんまり速くならない。こんな感じかな。よし。ふーんどん。よし。青ピックを入れましょう。さてと、じゃあこれは、おおお、こっちはゲートがないのか。ふん、頑張れ。いいぞー。ナイス。抜く。すごい分担作業してる。よし。どうしてもそれ気になるんだね。やっぱりピクミンも光ってるものが好きなのかな。これ普通にいけるんじゃない？いけるね。これは白ピクを投げれば。ちょうど嫌なとこにいるな。いや、そこじゃない。また。危な。上の方に触っちゃったよ。これ困っちゃうんじゃない？待って今さ、奥に行こうとした。ここに入るの？入らないでしょさすがに。まあまあいいか。ここに入ってもしょうがない。さっきは、お、大丈夫そう。君は？お宝か？大丈夫か？大丈夫っぽい。これは一旦、止めて。よーし。いいね。あ、こんなところにあったんだ、卵。蜜か。よーし。じゃあ、ほい。
ッケー。これはこう、ん？ほい。あれ？なあ、これ泡じゃない、水だ。青ピク。ふう、騙された。これは凍らせてもしょうがないから、ここはオッチン一人で、自分でプレス。いいぞオッチン。青ピク、すごい。オッチンどうやって投げてるの。お、加えて投げてる。賢いぞオッチン。うん、これも青ピクだったらうまくいけるかな。うん、ギリギリここいけそうじゃない。いや、いけるでしょやっぱ。なるほど、これはちょっと切り替えた方が良さそうな感じだね。一旦切り替えて、よーし。あ、ダメなんだ。うおー、ちょっと待って、どういう順序で言ってんの。ここから行きなよ。ちょ、待って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 、なんかおかしい。ここからこう行ってさ、賢すぎるのかな。どうせここに来ても無理じゃんって。うん、よっ、白ピクミンだったらガスも大丈夫。うん、お、うわー、なんかやばいことなってる。うわー、ばば、落ち着かせる落ち着かせる。ふーん、びっくりした。ふう、何が出てくるかわからない、怖い。よし、みんなで行こう。ここはこう？こうか。どっちが早いんだろう。凍らせるのがいいのか。よし、あとは突撃。おー、いいじゃない。よし、 100%。 なかなかピクミンがね、賢すぎてどういうルートで行くのかわからないから、そこがちょっと焦ったけど。これは水？泡？どっち？わからないわ。行きまーす。ん？目になったままのピクミンがいます？ちょっと待って。目になったままのピクミン。目になったままのピクミン。ここのは抜いたよね。白ピクも抜いたはずだけど。ほい。あ、オッチンちゃんと抜いてなかったのか。いや、ちゃんと確認しなよって話だけどね、俺も。よし、みんな鼻になるぐらいにはここで放置されてた。じゃあこれでいけるかな。
ちゃんと目になったものっていうのを教えてくれるんだね。はーい。お、ちょっと危なそうな第3フロア。目の前には柵がある。うん。柵を抜けていくと、サーキュレーターとお宝出口。うん。お、ベルトコンベヤーだね。こっちは？ここに乗って？お、なんかいる。うん。ルリショイグモだったかな？おお、ブドウだ。食べたい。白ポン菓子草。しかし周り危なそうだ。毒キノコ。うん。お、こんなところに美味しそうなみかん。ぬん？これは毒カジおこし、毒おこしかな。うん。登り粘土。お、これはちょっと大変そう。白ポン菓子草。あ、拠点。なるほど。スイッチ。これでコンベアの向きが変えられるとか。うん。さて、どこから行くべきか。うん。よっ。これいける？ちょっと危ないかな？俺だけならいけるんだ。へえ。ほう、すごいな。あ、そっか、プレイヤーは足が速くなってるから、そういうことか。おお。なるほど。これは様子見。ん？自分がここを降りて引っこ抜けに行けるってこと？ちょっと面白そうだけど、どうしようかな。でもここで様子を見ておくか。さてと、まずは水場があるから一応青ピクで。よし。まだいる。おっと、危な。ピクミンが放り出さなくてよかった。氷ピクミンは泡になってもすぐ泡を凍らせて割ってくれるから楽ちん。どこにどうやって連れていくつもりだ。ちょっと待ってね。よし、こっちは白ピクミンで一体だけでなんとかしてくれるかな。これ突進で。あ、ダメか。いいよ、ナイス。これは任せておけばいいか。待って待って、君どうやって持っていくつもり？無理じゃない？コンベア的に。困ってますね。ポチッと。あれ？え、ちょっと待って、俺できないのこれ。うっそ。使えないか俺。ああ、できた。よかった、よかった。あまりにもなんかボタン押せなくて焦ったけど。よし、じゃあこっちも大丈夫かな。
よし。えい。ぬ、まさかの。ジャンプアクション。ネバリカビが取り除かれた。の、やったー。おお、今回はブドウみたいなやつは一粒ずつ持っていくわけではないんだ。なるほど。ポン菓子。よし。これはこの状態で一旦降りて、お、真夏の果実シリーズコンプリートで、これは持って帰れないからこう。よし、これだけいれば OK。 置いてきてるピクミンはいないかな。あ、ちゃんとコンベアの向き分かるんだ。イレブ、うおー、あー、ごめん、間違えた。ん、え、なに、あ、粘ってるから、粘ってるから。あ、じゃあ別に、ん、ししば、ん、白ピクだからなんかいいとかそういうことではなかった。一応ちょっと降りてくる風なんだ。これはこれ、これか、これか、いけるか、オッチン、いけるぞオッチン。おお、えい、おー、よし、これを下ろして、出た、新種の原生生物。これは火事起こしタイプだったら、よーし、ナイス。ちょっと待たれい。ここは水だ。おお、なんだって。ちょっと待って。ちょっと大丈夫でしょうね。大丈夫っぽい。逆になんかずーっとおとりになってくれてる。こっちを狙ってくれ。いいね。よーし、拠点を移す。ナイス。白ピクお願い。白ピク頼んだよ。あー、やばい、困る。お、よし、確か粘りカビは大丈夫だよね。装備が大丈夫になってるはずだから。とりあえずこれは運んでおいて、あいつだな問題は。これは俺と合流。とう、
よし。さてと、オッチに乗って。これは。よっ。あ、やべえ、間違えた。間違えたけどいいや。ふう。オッケー。ふん。よし。抜く。おお、さすが白ピク、足速い。よし。行くぞー。これはーよっ。ちょっとなんか危ない予感が。ふう、突撃と、というか突進か。突進でさ、なんか思わぬ方向に飛んでいっちゃうな。手伝え手伝え。よし。あれ、まだおた、あ、忘れてた。よっ。あ、飛ぶな。変なところに投げ込むの危ないからほどほどにしておこう。よし。あれ、まだまだあるのか。あー、忘れてた。あれ、ここのさ、あ、待った、ちょ待った、危な。やっぱりこれなしで。よし。これもさ、建築の一つかな。いくつ建築したってやつ、やっておいた方がいいかな。やらないよりかはいいかな。この世界すべての建築物を建築するっていう、そういう実績。よーし。これをこう来て、で、ん？ちょっと待ってね。これを持たせて、こう。よし。これでオッケーかな。あ、ちょっと拠点移さないと。よし。さ、これで 100% クリア。よかった。はい。なかなか大変だったね。ファイナルフロア。お、でっかいやつがおる。近くに遭難者がいるようですね。あ、センサーをおかしくされている。あいつのせいか。でっかーい。あ、いっぱい背負ってる。なるほど。うん、
周りのさ、壺の中になんか似たようなやつが入ってるんじゃないの？これは。気づかれてないけど。お、な、なにこれ？お宝？お宝か？サイコロだね。お、資材だ。じゃあ後回し。サイコロ、これは逆にちょっとなんか困るかもしれん。あ、やばい、気づかれた。新種の生き物を発見した。みんな戻ってこい。一旦戻ってこい。どういう動きをするかチェック。強み直す。なるほど、いけー。ちょっとちょっと、おい、戻ってこーい。こいつが拾い直そうとするところ、えい、いいぞ。戻れー。よーし、かまけてる場合じゃないぞ。みんな戻れ戻れ。危ない。いやだから違うのやってる場合じゃないんだ。頑張れ、叩け叩け。あー、やったー。あと思う存分叩くがいい。よーし、でも夢中になられててもちょっと困るから運びましょう。お、なんだこれ。金塊だー。金塊なのかこれ。みんな偉いぞ、頑張った。お、そういえば遭難者忘れてた。よし、ここかな。今更だけどこういう壺はダメだね。岩ピクミンだったらいけるのかな。びくともしないな、ちゃんと言ってくれる。お、出てきた。普通に歩くのが間に合わないぐらいには、そのなんていうかすごいなと思う。あ、ちゃんと人数分しか反応しない。ハッタロー、葉っぱ人の保護完了しました。アイドゥエラー。うん、また光蜜を取りに行かないと。よし、何やってんな。ロックオンして突撃。オッチンが突進で、ピクミンは突撃。よし、 100% じゃあ出ましょう。はい、やる気アップ。よし、今回はシリーズがありますね。絞りの台座、あのレモン絞るやつ使ったことない。人生コントローラー、これはなんだっけ、ニューファミコンとかのやつ、それか海外版ファミコンのやつ。孫の顔、マトリョーシカね。おねだりつぼ、なんだこれ。第三世代シリーズ、あ、コンプリートのやつか。紫タワワブドウ、デコリボックリ、あ、違う、ボックリじゃないや、デコリボッコリ、
面の皮、面の皮って記憶の1ピース、上っぽい。本当に確かにそうかも。でも下の可能性もあるんじゃないの。ドキドキ急カーブ、うん、あとは拾ったことがあるやつかな。よし、なんとかコンプリート。よし、洞窟調査率 100% 達成。さてと、近くにまだまだいっぱいお宝があるじゃない。ここ、え、おお、なんかできた。よし、これは何かのワッペン。コメット、彗星。よし、こっちは、ああ、これに乗らなきゃいけないのか。これに乗るにはどこから登ればいいんだ。あ、向こうにもあるぞ。ぬー、あのバッグの上からじゃないといけないのか。くー、なるほど。しかし今回は時間がない。なるほどね。これをこう使う。ウィー、いけるか。いいよ、なかなかこれは間に合わなそうな予感がします。とりあえずあのソファに乗ってるやつとこれだな。落とすだけ落としておきたい。よっ、よし、やばいかなこれは。あれ、ちょっと待って、ちょっと、待った、ちょーっと緊急事態。ふう、まあ諦めるかこれはとか言いながらちょっとだけ動かす。本当にちょっぴりだな。うん、あれ、例の犬が起きた。なるほど、ソファの上と折り鶴、ここね。次回忘れないようにしないと。あとはこの上、うん、そしてキッチン周り。まだここは全然調べてないから楽しみだな。というところで買いましょう。いやー、なかなか大変な探索だった。ただいま、大変でした。一人助けてやる気アップ。紙の風船、紙風船ではなく第三世代シリーズコンプリート。うん、真夏の果実シリーズもコンプリート。いいね。うわー、スイカ食べたい。冬の蓄えシリーズもコンプリート。一番左のあの絞り器は果実じゃないけどいいんだ。よし、名前がスターシールド、かっこいい。うん、たくさん集めたね。紙の風船、紙風船、うん、紙風船なんでだろうね。あれ、子供の頃に遊んだことがあるけど、結構あのゴム風船とは違う
紙の質感がすごくね、パスンパスンっていう感じで面白いんだよね。何気によくできてる。あれは無敵合体ラブ&ピース、これはそのうち大きなものになるんだろうか。絞りの台座っていうことかな。よし頑張ったハブン。ところでコリーはどうしてそんなにいろいろなことができるんだ。いやそんなことないですけど、学費を稼ぐためにコロニーの外壁を清掃したり、徹夜で宇宙船を組み立てたり、それから宇宙ゴミの回収とか、とにかくいろいろなアルバイトをやってきましたから。なるほど、苦労していたんだな。いやいや、今に比べたらどれも大した苦労じゃありませんよ。今が一番辛いみたいな言い方。そうか、なんだかすまないな。まあ確かに今が一番危険っていうか、その人生命かかってるからね。うん。オッチンおはよう。オッチンは今日も可愛いな。モスもこんな感じで、あのオリマーさんかっこ仮と毎日挨拶とかしてるのかな。さてと、新しい原生生物の気になるとこだけどな。時間も時間だし、今回はここで一旦区切っておきましょうか。うん、よし。いやーなかなか大変だけど、ちょっと待って。探索どれぐらい増えた、達成率 38%。 結構頑張ったとも言えるな。うん、よし。はーい、オッケー。じゃあ今回はここで一旦区切っておきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。